ハロ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 ー YouTube、 どうもこんにちは、ゆぴです。いつもご視聴いただきありがとうございます。ということでですね、今日は船形町、船形町、のところのね、若井温泉というところにやってきました。まあちょっとね、諸事情があってね、今日はもう帰っちゃうんですけどね、最後ね、こちらの温泉施設の方にね、来たんですけれどもね、この大パノラマすごいですよね。はい、まあこんな感じでね、日帰り温泉施設がね、こういう風にあるんですけども、このアユね、若アユって感じくらいで、若アユでね、アユは食わなかったんですけどね、なんか美味しいらしいですよ。はい、これでですね、今回借りたレンタカーがこちらのヤリスでございます。はい、これはね、1リッターのヤリスですね。はい、1000cc、ハイブリッドではありません。はい、ですのでね、そんなにね、高級なグレードではないんですけれどもね、外観はね、やっぱね、街でよく見かける形なんだけど、やっぱ改めて近づいてみるとね、ディテールがめちゃくちゃかっこいい。うん、こういうとことかね。はい、で、ここもタッチ式でね、開くようになってますし、こう、荷室もやっぱ広いですよね。で、シートくらいに、シートのね、タオルのここからできますんでね、もう非常に使い勝手がいい、車になってますよね、やっぱね。はい。まあ、この辺はね、Nボックスは、まあ、背の高さもありますし、ただ、このハッチの部分ですね、これが Nボックス長くてね、使いづらいってのあるんですよ。もうどうしても大きいのはいいことなんだけど、開口部が。はい。それでね、まあ、タイヤのサイズもね、ちょっとまあそんなに大きくないですよ、これ。タイヤサイズは 175-70R14 ということで、でホイールキャップでね、まあ非常にまあこれでも十分かなと。まあレンタカーだったんでね、もうタイヤ交換されててハンコックタイヤになってましたね。別に何の問題もなかったですね。はい。で、まあこういうボディシルエットなんでね、フィットの方がなんか後ろの方は広いかなと思うんですけれども、やっぱりね、フィットよりもね、ヤリスの方がすごい売れてるっていうね、まあ理由は分かりますよね。スタイリッシュでございます。すごく特にね、前のねデザインはめちゃくちゃかっこいいね、やっぱね。俺もちょっと欲しくなっちゃったもんね、これね。このヘッドライトのね、ダイナミックな造形、まあ普通のただのコンパクトカーって言われたっとはね、思えないぐらいかっこいいですよ、これで。十分スポーティーな感じ。これがね、センサーっすね。ピッ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 になりました。いろいろぶつかりますよとかね。そんな感じでね、まあ、ハイブリッドじゃないモデルなんですけどね、1000cc といえ、めちゃくちゃよく走りましたね。レンタカーなんで、俺、後で、借りるときに気がついたんですけど、満タン返しでね、ということで聞かれて、いや、満タンか、そういえばそうだよなって、ETC カードも忘れたっていうのも、あっと思ったんだけど、満タン返しかって思って、結構乗んなきゃダメだなと思ってたんだけど、100キロぐらいは乗って、100キロ以上乗ってんだけど、これで、一借りて、メモリが全然減らなくて焦りましたけど、やっとね、一メモリ減ったんで、スタンドで何リッターぐらい入るのかね、3リッターぐらい入ってくれればいいんですけどね、あとでね、なんかレシートも見せてくださいっていうね、油脂の確認がありますのでということで言われたんですけどもね、ちょっとね、まず前の席よりも、ね、後ろの席に乗ってみましょうか。まあ、当然だからね、コンパクトカーなんでね、Nボックスと違ってはね、そんなに広いわけじゃないんですけどもね、必要にして十分というかね、っていうか、もうこのつま先がめちゃくちゃなんかこう、はい、フラットなんですよ。だからね、窮屈感ないですね。で、シートは今、身長160センチの私がセッティングして、拳、2個半ぐらいかな。で、天井目、ですね、ヘッドクリアランスが、拳1個半ぐらいですね。でも、なんていうんですか、こう、しっかり感はありますね。こう、ちょっとね、若干こう、ここら辺のところが大きいんで、ピラーの部分が。ちょっとゴルフっぽい、ゴルフのね、雑巾ちょっと似てるぐらいに大きいんですけどもね。非常にね、しっかり守られてる感はあります。足元の広さだけで言えば、この間台車で借りた Nワゴンの方が全然広いですね。はい。
で、シートはこういう感じで、あのヘッドレスト一体型になってるんで、ちょっとこれがね、なんか圧迫感はあるかなって。まあ、このやっぱ分割でこうなる方が見やすいよね、前はね。うん、まあこんな感じで。だからこれフルフラットシートにならないってことだね、多分ね。あの外してこうできないって、そういうシートアレンジでは全くできないでしょうね。はい。で、まあヘッドレスト一応3個ついてますね。もちろん5人乗りですから、まあまあ真ん中乗りたくないだろうけどさ。うん、そういうわけで、あとまたチャイルドシートもね、これくっつけられるようになってますね。うん、もう今の車みんなそうでしょうけど、はい。ですからまあ後ろの席が窮屈すぎて乗れないってことはないです。うん、あの普通に4人が普通に長距離でも問題ないでしょうね。ただ1回 N ボックスとかのリアとか経験しちゃうと、まあ座り心地はともかくとして、まあめちゃくちゃやっぱ広くてね、快適ではあると思うんですけどね。はい、そこら辺はもう好き好きということで、このグレードがまあ1リッターエンジンの165万円ぐらいのモデルだからか知らないんですけど、あのここに肘掛けがなくてね、それがね結構運転はしづらかったというか、まあ、ちょっと疲れたかなと。あの N ボックス G グレード以外はついてるんで、やっぱこれがあるないだけで全然違うんですよね。はい。でまあちょっとね、じゃあ前の席行ってみましょう。はい、ヤリスのですね、内装なんですけど、いやー結構やっぱ品質高いっすね。まあシートはね、これグレードとかは分かんないんだけど、これハイブリッドじゃないモデルなんですけど、レンタカーでね。うん、まあシートはこうヘッドレスト一体型ということで、めちゃくちゃでかい。この天井とのね、あのクリアランスもこんくらいしかないんですよね。うん、だからね、後ろの席に座った時に結構ね、前の席の圧迫感って結構あるんですけどもね。いやー、普段乗ってる N ボックスとはね、だいぶ着座位置も違いますし、うん、なんかね、こうガシリ感もやっぱちょっと違いますよね。で、何より視線が低い。あの、俺一番シートリフターを一番上にしてるんだけど、いや、それでも低く感じるし、なんならここのピラーがもう、今、この頭のね、ここの、もう割かしすぐ近く。まあ、他の人はここまで上げないと思うんだけど、シート。俺は上げないと結構不安なんですよね。で、まあ、普段ね、N ボックス乗ってるから、まあ、必要にして十分だという感覚はあるんですけど、やっぱりコンパクトカーですとね、やっぱ、あの、1695、まあ、この車だと1695あるのかな。うん。あって、こう、横幅のね、ゆとりもやっぱりありますよね。うん。空間としてはめちゃくちゃこの広いって感じはしないんだけど、こうあのセンターコンソールもありますし、あのパーキングブレーキも低くタイプなのね。うん、まあこの設定の粘土によってももしかしたら違うのかもしれないし、ハイブリッドだとそもそもあの扱いが違うと思うんだけど、うん、でもあのオーディオの音も聞いてみたんですけど、こちらね、Apple CarPlay に対応してるナビっぽいんですけどね。うん、まあ非常にね、音質もいいし、やっぱりコンパクト感もなかなかやっぱいいなという再認識いたしましたね。はい。まあ、トヨタ車昔からこのエピラ太いんだけど、やっぱ太いんだね。俺昔カローラ乗ってたけど、うん、ここやっぱ、ね、太くてちょっと見づらいってなって、結構ねゴルフとかはね、絶対的な細さはないんだけど、こう回り込ませるような感じで作ってあるんで、わりかし視界はいいんですよね。あとね、感心したのはもうこのね、パワーステ周りのね、その、あ、パワーステじゃない、パワーウィンドウ周りの造形ですね。うん。すごいダイナミックなデザインで、あ、今こんな感じなんだ、みたいなね。この辺はちょっと軽自動車の方でも真似しようとしても真似できないですよね。あの幅狭いんでね。うん。やっぱ、あの、コンパクトカーならではのね、デザインとなっておりますけれども、ドリンクホルダーとかどこにあるんだこれ。どっかにあると思うんだ。あ、これか。ここドアポケットにもなんかちょこっと入りそうな気がするけどな。いや、こういう造形だったらね、新型 N ボックスもいいんじゃねえかなと俺思うんだけど。まあなんせね、新型はただ7インチの液晶をはめ込んだだけっていうんだからちょっと味気ないかなと。こういうもの作っちゃうと、まあ実際にはねお金かかっちゃうと思うんですけどね、これ。うん、でもすごくね見やすいですよ。
慣れると。このインフォメーションディスプレイがすごい見やすかったですね。ただ操作はよく分かんなかった、うん、あのマニュアル見てる時間もなかったし、でこのグレードだからか知らないけど、あのクルコンなかったですね。はい、まああの高速道路運転しないからいらないんですけれども。でまあオートエアコン、まあエアコンもすごい綺麗で、ね、あのクリーンな感じで、あの使いやすかったです。であと USB 端子は1個とりあえずついてたんで、スマホの充電はあの問題なくできました。はい、であとこちらのねインパネトレイのところもね非常にね使いやすい。もうまあただ今日は今回はあのうちの母親がただ単に乗ってただけで、スマホも何もないんで置かないですけど、ここちょっとねなんか置いておけるようなスペースになってます。あ、ちなみにこのナビめちゃくちゃいいナビでしたよね。多分ね使い方よく分かんなかったんだけど、 Apple CarPlay に対応してるっぽくて、うん、なんか音楽だけはとりあえずリンクさせたかったんで、一応操作したら Apple CarPlay 対応っていうものでしたね。はい、うん、何インチぐらいあるんだろう、これ8インチぐらいあるのかな。うん、まあでもなんかバーンとこうそびえ立っちゃってね、うん、まあ、ナビだけすごい立派って感じですけど、はい、今時の車なんでね、3気筒エンジンですね、3気筒エンジン。はい、非常にコンパクトで、まあ NBOX のエンジンよりはもちろん大きいんだけど、やっぱり全然ちっちゃいっすよね。で、こんな感じでね、このクリアランスもバンバン結構空いてるんで、整備性は良さそうです。はい、え？うん。まあレンタカーなんでちょっと汚れてますけど、クラッシャブルゾーンもだいぶ取ってるっぽい感じがして安心感ありますよね。うん、これ十分だよな、ほんとな。うん、いや正直あのこれでハイブリッドなんかになっちゃったら、俺ほんとスタンド行くの半年に1回とかなっちゃうそうで怖いっすよね。これ十分かなと思います。はい、いいエンジンですね。うん、いやこのねパノラマのねこの緑がいいとこなんですよね。これでね入浴料たったの400円というね、激安じゃないですか。東京のあの銭湯よりも安いですよね、全然ね。まあ自然は豊かなところだな。船形町というんですかね、もう本当に船形町っていうのは分かんないですけどね。はい、で本当ね、この俺がずっと最近本当ただ単に軽自動車に乗ってるからだけだとは思えないぐらいね、このエンジン 1000cc にしてはめちゃくちゃいい走りなんですよ。びっくりしましたね。最初1500かと思ったぐらいですよ。はい、1200cc かなと思ったの。 1200cc なんてエンジンなくて、見たらああで車検証見たらやっぱね990っていう感じで書いて 0.99 って書いてあったんで、いや 0.99 の一番あのベーシックモデルでこれかよと思って、いやびっくりしましたよ。いやこれで俺買うならもう俺これ 1000cc で十分ですね。さらに5000円一番安くなったのかな、また一段と下のモデルはね、外国に比べて高いとかなんとかって言ってたんでね、まあ、軽自動車が安すぎるわけではなくて、自動車税がまあ日本の他の税率が高いすぎるだけというね、まあそんな感じなんですけどね。ここら辺もこのオートマチックじゃなくて CVT の制御もすごいいいですよ。うん、CVT になったからこの 1000cc とかっていうエンジンでも多分しっかりした走りになるんじゃないかな。トルクフルなんですよね、とにかく。うん、びっくり。うん、昔乗ってたカローラは 1500cc だけどこんな感じじゃなかった。でこの車わりかし重たいんね、 1200kg ぐらいあるのかな多分。初見表ちゃんと見てなくて、あの車検証のとこちょっと見たら確か1200ぐらいあるんですよね。あ、そんなにあるんだと。それでこの運動性能だったらね、もうエンジンなかなかいい、頑張ってるなと思います。はい、どうでしょうか。ほらまあ音はね結構大きめに入ってきます。でもそんな嫌じゃないですね。昔からこんぐらいの音はまあしてましたんで、特にこのうるさいエンジンだな、まあ今のねエンジンが静かすぎるっていうのと、あ、まあそうですね、若干言えば多分吸音材とかは NBOX のがうまく入ってる印象がありますね。はい、もうちょっと静かですね NBOX のは。
回転数はこっちも今ねこんな状態で1200回転ぐらいしか回ってないんだけど、ちょっと音は大きめに入ってきてる感じですね。それタイヤの影響もあるかもしれませんね。ハンコックタイヤが入ってましたんで、まあ、純正だと多分ダンロップとか横浜か、まあ、ブリッジスだったり履いてるんでしょうけどね、ちょっとねあのハンコックタイヤってどこだったかな、あの韓国のタイヤか、ちょっとノイズは大きめなのかもしれません。はい、これねバイパスの方行ってもね、まあまあ ほんと法定速度すぐポンってすぐ行っちゃうぐらいあのパワフルなんで、もう多分この速度ってもこれで全然十分だと思いますね。まあ、このブレード自体がさ黒コンとかついてないんで、まあ、これをベースに俺なら多分そのつけられるなら黒コンだとか、あの安全装備ですね、あの自動ブレーキはついてると思うんだけど、車線逸脱もついてましたね。まあ、それとあとクルコンとかつけられると思うんだよ多分ね、どういうオプションが用意されてるかちょっと詳しく旅先だったんで分かんないんですけど、まあまあほんとねレンタカーって結構いろんなの乗れるんでね面白いですよね。はい、まあ、スイフトなんかも乗ってみたいなとか思ってたんですけど、まあ、今回はねヤリスということで、はい、非常にねベーシックな車で、面白かったと思います。というわけでですね、今ねちょっとね走ってる感じの映像でございました。